夢のミニライブをスタートしたいと思います。大きな拍手でお迎えください。フェアリーズ登場です。あっちから上げてついに顎を出したゴリゴリ2人ゴリゴリ2人当たったぞ。これハニバゲーションじゃ終わらないのI'm not a fool.
はい、下村美希です、短い時間ですが、皆さん盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。美希美希好き好き大好き。はい、林田真宏です。一部はちょっと曇ってたんですけれども、二部晴れました。イエーイ。暑い暑い。晴れたということで、水分補給をしっかりしながら楽しんでいってください。よろしくお願いします。2部もこんなたくさんの方が集まってくださって本当に嬉しいです。皆さん一緒に楽しんでいってください。よろしくお願いします。はい、野本空です。奥の方にいる皆さんも前の方にいる皆さんも、みんなで一緒に楽しんでいけたらなと思います。よろしくお願いします。顔お前顔、はい、入ってない入ってない、はいはいはい、はい、井上理香子です。今日は何曜日ですか。サンデー、サンデー、サンデー、サンデー。 OK、 いいじゃないですか。これ屋外のイベントでもやるんですね。やりますよ。やります。いつでもサンデーはやりますよ、日曜日ならね。はい、この調子で楽しんでいってください。よろしくお願いします。サンディか、日曜日が好きなわけじゃないけど、好きなわけじゃない、サンデーの響きが好きなんですよ。あ、なるほどね。サンって感じが、はい、なるほどね。というわけで全員自己紹介しましたか。あ、しましたしました、しました、はい、はい、私たちフェアリーズというんですけれども、初めてフェアリーズ見たよっていう方、この方中にいますか。手挙げて、手挙げて、手挙げて。あ、でもちらほらちらほらいるけれども、もっとでかい声なんだけど、まあ、いつも見る顔やら知ってる顔が多いな、割と。目立ちたがり屋で手を挙げるパターンの人がね、結構いらっしゃいますけれども、まあ初めて見たよって方もいると思うんですけども、私たち5人組のね、ダンス&ボーカルグループフェアリーズといいます。はい、あ、そうだ、1個お知らせあったね。
なんで私たちミュージックデーに出演します。あじゃあミュージックデー、あ、そうです、7月1日はい、はい、はい、生放送で、そうですね、出演させていただきます。いただきますので、7月1日は皆さんね、テレビの前に正座して、そうだ、今日さ、初めて見てさ、覚えてくれた技とかさ、テレビ見てさ、あ、この間イベントしたこじゃんってなるよ、なるね、ぜひ見てください。はい、見てください。他にも好きなアーティストさんたちたくさん出ると思いますので、ゲンちゃん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 、ぜひ見てください。はい、お願いします。はい、正式に言ってきますね。7月1日日本テレビザ・ミュージックデイです。ぜひ見てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ちょっと暑いんでね、ちょっとあんまり長々と話しても皆さんちょっとしんどいかなと思うので、そうね、とりあえずお水とかね、タオルで拭いたりとかね、私の影に入らないで日陰をギリギリで取らないですいません、つい日焼けに敏感な年頃なので入らないで、みんな皆さんちょっとできるだけ影に入りつつね、もうしてくださいね、体調に気をつけて。じゃあもう早速次の新曲のお話に行きたいんですけれども、次に披露する曲はですね、7月5日に発売になります、新曲恋のロードショーです。イエイ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 、略して恋ロー、恋ロー、恋ロー、恋ロと言います、恋ロと言いますっていうか略してね、はい、今日ね、私たちのイベント見に行ったよってツイッターとか SNS でつぶやくときには、ハッシュタグヘアリーズとハッシュタグ恋のロードショーをねつけてつぶやいていただけると嬉しいなっていうふうに思っているんですけれども、今回今から披露する曲はですね、こういう恋のロードショーポーズ、もしくはフラミンゴポーズというらしいんですけど、このポーズが出てくるんですけど、これもねできたら一緒に真似してやってほしいんですけど、まあなかなかハードルが高いと、ちょっと恥ずかしいなみたいな気持ちになるポーズかもしれないので、私たちは全力でやってるんですけど、もう一個ね、簡単なポーズがあって、この恋の半径ポーズってやるやつがあるんですけど、これはサビの終わりに捨てらんない恋の半径っていうところで出てくるんですけど、これを一緒にやっていただきたくてですね、ちょっとみんなで今から練習していきたいと思います。まず手を挙げてください。手を挙げることすら恥ずかしい皆さん、手を挙げてください。頑張って。ちょっと恥ずかしいけど、やると楽しいってやつ。やると楽しい、みんなでやると楽しい。万歳の片手バージョンですか。万歳の片手バージョンです。そこにいる。合ってます。そこ、はい、待ってますけども、はい、万歳の片手バージョンです。じゃあ右手をね、はい、できるだけ高く上げてもらってですね、それをその手をピースに変えてください。イエイピース。そしたらですね、このピースを閉じます。そしたらこの親指がピョッと出てきます。もうこのポーズですね、このポーズでもう手の形は完成です。あと何をするかというと、左側から右側にババーッと見せる、この見せびらかす、スライドさせてバーッと見せる、これだけです。この簡単な動きなんで、皆さんぜひ一緒にやってほしいんですけど、じゃあちょっと歌に合わせていきたいと思います。半径のところでバーッとやりますよ。いきますよ、はい、準備、はい、いい感じです。いきますよ、せーの、捨てらんない恋の半径。いい感じです。すごくいい感じです。よく見えます。イエーイ、ありがとうございます。じゃあこれを今から曲でね披露するので一緒にやってください。それでは聴いてください、恋のロードショI'm not afraid to die.
ありがとうございました。